はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回もブラックオプス3マルチプレイフリーフォール。今回は AR の ICR という武器を使ってきます。これは威力が控えめで、エイムがあんまり振れないという、ハンデじゃないや、反動弱めのフロートアサルトライフルで、リフレックスつけて、これはあんまりレベル上げてない。で、威力が弱いので、ヘッドショットの威力が強化される大口径つけて、C ショックじゃない、これショックだ。ショック手に入れたからショックを装備。パークは、この辺はそのままでやっていこう。フリーフォール。よし。ICR。本当にこれは反動はほとんどと言っていいほどないんだけど、威力がちょっと劣ってるから、先手を取って倒していかないと。GDP を残らせて必要で。そっちから来る？よし。倒して、リロードもちゃんとしていこう。こっちか。ショックはあんまりね、危ない。そんなに敵を止めてはくれないんだよな。誰かが引っかかったよ。死んでる？ここにいてもダメかな？移動しようか。ただ移動すると後ろに湧いてきたりすることもあるしな。倒して。倒して。いいよ。UAV 呼んで。早い早い早い。すごいな。あれ？倒して、カウンター UAV。 倒してヘッドショット。さあ、ケアパケを心配だけど呼んで。倒しきれてない。おっと、弾が全然ないぞ。ロップスだ。ラップスヘッド。ゴローニャ発動。あなたの武器をください。あ、いいとこから頭出す。ラップスか。 これは、たまげた。ラップスはね、投下ヘリが壊されない限りね、何個でもかな。とにかくたくさん出てくるやつだから。振り子で早速倒してる。まあ、そこにいたな。先行ったか。倒して、サイスマン。さあ、ラップスやってるよ。ラップス超働いてるよ。倒して、おっと、倒して。いいね、ラップス。 ちょっとこれは運が良すぎる。水の中行ってる？倒して。あ、今カウンター指ついてんのか。あんなとこにいる。やられた。ならこちらもカウンターで。ケアパケが欲しい。ケアパケが欲しいんです。これはなんだ？エルストだ。あ、なんか引きいいな。倒して。待ってよ、この辺敵いそうだな。こっちか。ラップスはもう終わったか。エルスト、ちょっと死んだらエルスト呼ぼう。ここで呼ぶなき。いや、ここなら呼べる。カモン。この辺敵と。1人ヒット。4つに比べたらエルストも結構弱体化したな。こっち湧いてない。おっと、危ない。
UAV かも。うわぁ、来てたか。さあ、ラップスのおかげであと4人。やって。倒す。2マグじゃない、ワンマグで2人倒せるかも、ちょっと微妙なレベルだな。よくやった。UAV 作戦エリアを離脱する。来てる？倒した。というわけで、ICR はこんな武器で、ラップスもこんな感じで、めちゃくちゃ強い。救援物資しないと出せる気はしない。フルメタル化が必要です。では、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。